最近の、まあ、真子さんが見る中で試合とか行くじゃないですか、うん、見て一番すごいスイングとかいいスイング、あの賞金王は中島啓太すごいね。なんか ABC で出て練習したら俺の後ろで打っててずっと写真撮ってた真子さんが撮るぐらい、はい、撮ってた。すごかった。それは何がすごい、見た目はああなんかやっぱ若くてキレがあるなと思ってたけど、うん、駒送りで撮ったら大変なことなんです。すごい見たことない、見たことない、さすが賞金王、うん、とりあえずもうこの辺が、まあ、ね、うん、ちょっとでかいんですよ、うん、でかいんですけどこっからもうここだよこれ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 多分見てるおじさんたちがしたらそうな、なんか多分骨折すると思うよ真似したら真似したら、うん、それぐらいすごい。でもやっぱなんかそのスローで見るとああこれは曲がんなそうだよなって思うよね。やっぱクラブがこう、うん、もう完全にこうやって動くから、しかも飛距離も出る、このヘッドのこういうのがやっぱ一切ないから、これがあヘッドのこのローテーションが全くないよね。もうこうヘッドがもうこの重さだけでもうこうだから当たるときこうだよね、頭下がって極端に打ってるとこうやって動いていくから。それなくて飛距離って飛ばせるんですか。この方がやっぱそのミート率も上がるし、あ、うん、なんか俺らってこれで育ってるから昭和寄りだからね、昭和寄りだからこれじゃ飛ばせる。でもアマチュアの人は絶対こっちの方がいいです。じゃ昭和寄りの方が絶対簡単です。ちょっとこうローテーション使う方が。その中島くんのスイングはどんな感じですか。ちょっと真似とかできないでしょ。スローでスローでスローでスロースローでもうねこれからすでに違うんだけど、なんかもうとりあえずもうケツはこっち向きます、うん、背中は全部きます。大変です。ここからここからもうこうきます。うわもうでもそれめちゃくちゃ飛びそう。頭下がります、下がります。インパクトここです。これが今の子たちのスイング。多いですよ、多い。久常くんとかさ、あやっぱ頭がグレッてこう、うん、めっちゃ落ちるよね。でもこれを真似する人多いわけじゃないですか、今のスイングがやっぱ出てくるから。これ真似できないでしょ。一番飛ぶよね。でもねできればね、うん、できればたくさん見てくれるじゃないですか、うん、アマチュアの方、うん、はそれはやらない方がいい、うん、あの鑑賞用だね、まあ、見て綺麗やみたいなすごいなって、うん、俺らは真子さんたちを見て育てる、まあ、でもそこに近づけていくのはありだよね。このヘッドの動きやっぱりこう使っていくとやっぱ曲がんないでしょ。やっぱこう当たるのが一番曲がんないから、うん、これをやっぱりちょっとこう閉会こうやって動かしていくとやっぱこう球がこうね、うん、ねじれるから。でもアマチュアの人ってヘッドスピードもないじゃないですか、うん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 、で肩も入らないじゃないですか、うん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 、それでこうってもう50ヤードのアプローチぐらいしか無理じゃないですか。そうだからでもアプローチだったらその動き結構できるのよ、こうやって。そっちはありだよね。ドライバーはダメ。ドライバーちょっと無理。あれすごかったな。その真子さんたちはどういう風に言って飛ばすんですか。こうじゃないダメ。いやでもちょっとはやったよ俺も、うん、結構やったけどやっぱり一番してないのはやっぱこの動きはないよね。スエっつうのかスエっつうのか。でもリズムがだからこれアマチュアの人の先輩特許だからこれね。それがやっぱこうすることには絶対起きないよね、うん、ちょっとこう絶対なんないでしょ、うん、でもやっぱこういう楽な動きしていくとやっぱりどうしてもこう横の動き入るじゃん、うん、だから技も悪い時ちょっとたまにこうさ行きます、行くでしょ、リズム早いと、うんうんうん、昔とかまだできんじゃねえのこうやってちょっと体悪ってちょっととりあえずこれじゃダメですだって。いや、いいよ、いいよ、あ、いいね、いいね、あ、そう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 、これ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 、うわ今若い子こうやって全今当たってるから、こうやって今みたいにこうらしいよ、こうやって、これだってこれここ来たらさ、もうさフェイスがさ、もう絶対こうしか行かないから、そりゃまっすぐ行くよねやっぱり。初期音だもんね。初期音、いやでもパター上手だわ、パター、まあ、パターはね、ああそう、まあ、ちょっと一発いけるよ、まさまだ。いやそんな俺一発かけたくないです。ちょっと待ってよ。うわ違うんすよ、触れちゃうんですよこれすると。どこ、体やばいっす。それを鍛えなきゃ。俺いつも言うんすけど一発じゃないっすよ。一発じゃないの。一発の飛距離だったら別にどうやってでもいいかなと。
だって今のなんか別になんでそんな力入れて振るの。振れちゃうんですよ、これやるといいじゃん。いやもうこうやってしたい。いやこれで300ヤードが絶対みんな欲しいはず。あ、欲しいよね、うん、欲しいよね。そのためやっぱ真子さんたち世代のと俺らだとそんなに、僕も若い時やってましたけど、うん、こうあれ勝手になってただけで、うん、作り上げてはない演出、うんうん、俺もこの年になって、うん、体硬くなって、うん、やっぱこっちでミート率上がった方が。いやでもそうだよ、300こう、うん、もうやっぱ自分のこっち側で打てないと、うんうん、だ原理は一緒じゃん、そのさっきの若い子の、うん、絶対こっちで打つわけでしょ、うん、でも俺うちらはここまで頭この前傾がキープできないから、やっぱ年齢いくと、うん、でも上がっててもやっぱ絶対こっち側で打つべきだよね、うん、ちょっと状態がこう立ってても。そうっすよね、うん、でもやっぱそういう人が多いじゃないですか、見るのって、うんうんうん、これをやれる人って俺でもやんなくていい大変なことになるよね。でそのこっちじゃなくて真子さんとかもちょっとこう、まあ、ローテーションの中にね、うん、それをちょっとだけなんか。真子さんって俺試合行くじゃないですか、うん、やっぱアゲンスト吹くと俺より前行くじゃないですかそれってやっぱ打ち方があると思うんですよ、うん、僕はスピードだけで行くから、うん、まあ、低く打つときは飛ばないですよね僕は、うん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 、でも真子さんの見るとやっぱここが綺麗で、やっぱ昔から僕は真子さんたち見て育ってるから、いやまあ俺が好きなんですよね。あれ、まあ、気づいた？え？気づいた？ここが好きなんですよ、俺ね、昔から。俺ここ意識してるんですよ。ここ。それ聞きたい。え？それ聞きたい、みんな。じゃあこれ高いから無理だわ。これ高い。これ高いって。どうする？聞く？まあいいや、可愛い後輩のやつだから。これ。いや、どうしようかな。いや俺も YouTube やるかもしれない。ちょっとちょっとだけですよ、あの小さい方がいいって言ってたじゃん、うん、こっちを意識してスイングするとこっちって小さくなるの。これここで小さくしよう小さくしようって絶対なんないのよ。だからここのやっぱさ、要するに綺麗にここに出していきたいわけでしょ、はいはいはい、だこれだけイメージして打つのよ、うん、ピュンって伸ばして、うん、球曲がってもいいのよ、球曲がってもいいけど、うん、ここに、うんうんうん、ここにここにもうこうやってこういう練習したら自動的に小さくなる、うん、すごい。だから抜きたい場所だよね。ちょっとドロー打ちたかったらやっぱちょっとこうでしょ、こっちでしょ、うんうんうん、ストレートだったらここ、うん、フェードだったらちょっとこっちとか、うんうん、それですよ。それまあ、あんまうまくいかない時もあるけどね。いやいやいや、球の打ち明けがすごいから、うん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 、こっちでやれるやん。そうだよね、基本はやっぱこっちだよね、うん、いやマジみんなこっち見てほしい。こっちだよね、うん、やっぱ手返しちゃいけんって人が多いんですよ、うん、結構やっぱ真子さんのもそうですけどこうやって入ってるじゃないですか、うん、これをやっぱやりたくないアマチュアの人が多いけん、ここはやっぱ見てほしい。いや返してるイメージはないけどね。ないけど返したくない。返さないとそのこの打ち方では捕まりにくいからね。うん、めちゃくちゃいいと思う今。一番やれるんじゃないですか。やりますよ。ここにこう、これ形いいでしょ。綺麗。そしたらもうそこに今のところにポンってこう出していけばドローになってくるし、うん。だってさっき言ってたやつになってますよこうやって。え？あれ？そういうこと？勝手に。気づいちゃった俺まあだからそういうね、うん、すごいこれは俺もやれそう、うん、プロからアマまで高いしこれ、はい、ありがとうございますありがとうございます先生いいっすか、うん、ちょっとどこにやドロー。あいいね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 、やってみた方がいいかも。思ったより結構俺の感じだと。そうドローストレートフェード、うん、ドローストレートフェードです。フェードはフェードとかスライスでいいよ。ここ、あそうそこに抜いてくればいい。はい、おいやどうも、おい、うん、これ簡単ですよ。これ高いんだよマジですごっ。これ20年ぐらい買ったから俺。20年まだ習ってないやつや。気づくのにもうシニア行くから。そうドロー、うん、ストレートフェード。じゃあなんでこんな返ってんのにフェード出んのってイメージだと思うんですよ、うん、絶対思うと思う。そうでしょ。
アマチュアの人とフェードしたらどっちかというとこうでしょ多分、うん、だってこれはもう完全にドローの動きだからもう、うん、だってヘッドこっちなんだもん、うん、フェードっていうのはやっぱこっちにいないと打てないから、うん、先に、まあ、こうでもいいですよ、うん、もう帰ってもフェード出ます、うん、こっちに抜ければこれ多分絶対分かってないみんなこれで、ね、これで練習できる悩んでもらいましょうよそうっすねじゃあまた見るかなこれで練習行ってほしいこれでね、うん、そうそうそうだから正解は3ヶ月後とか3ヶ月後もう一回まこさんに来てもらう3ヶ月後で分かりますそれまでいっぱい打ってくるいやもう見ながらためになりすぎえこれえ合ってる合ってる合ってるというか俺も習ってないイメージ分かるあな言ってないかもしれない、うん、これやれるなんか全部の番手でいけそうや、うん、こっち気にしないでしょ、うん、でアマチュアの人ってさこうやってなんかやってここじゃないってことねここじゃないでしょここ気にしちゃったらもう打てないから、うん、もう固まるのと一緒だから、うんうんうん、こっち意識しちゃえばえこっから素振りしてもいいってこと全然いいよ全然最高むしろおおもう ここで、うん、こうやって絶対小さくなるから肩も入るっすね入ります入ります入ると思います入ってる動きやすくなる、うんちょっとフェード目打ちたいっていうのはこう 球の位置なんてそんなに、うん、まあ林からこう低いの打ちたいとかそういう時は変わるけど、うん、普段のこのドライバーのティーアップで球の位置はそんなに変えなくていいと思うしすごいこれは抜きどこですクラブベテランのベテラン技ですよねだってみんなやっぱスタンスで変えるもんこれはスタンス変えなくていいからね、うん、すごいそうこれめちゃくちゃいいと思う俺も練習したい左向いてもいいんだけど左オープンスタンスねまずね、うん、オープンスタンスになってもいいんだけどこの時にやっぱどこにクラブを抜いていくかまで考えないあどっちでしょうねそう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 で肩も向いてしまうですもんねオープンにしたらそうでしょそれはもうまっすぐでいいんですよいや大きいスライスとか打ちたいならまあちょっと話変わるけど、うん、まあでもティーショットですね普通のね、うん、すごい今回の、まあ、まとめると3つの原則、うん、原則ドロー抜きどこねクラブのフェードの打ち上げ方、はいはいはい、ここだけでできるっていうできるこれちょっとやってほしいよねこれ引き出せたのはすごいよ、まあ、練習でやってみてダメだったらコメント欄でなんか質問など受け付けてるん で、うん、で次またまたあるあるあと62段ぐらいあるからうおー引き出しまだこれ3つですもんね3つだから、うんまあ、いろいろ出したけど大事なのは最後の3つちょっと結構上位出しちゃった言いたくないやつまだまだねアマチュア選手の負けちゃうかもしれないこれちょっとやってみてもらいたいですねでもねまだまだ引き出しあるみたいなんでまたちょっといいっすまこさん来ていただいた時に質問をまとめて聞いてみたいと思いますありがとうございましたまこさん